手を伸ばしていった。ここは何とかボールをキープ。宇都宮、ニュービル、コーナー、遠藤のスリー決めた。まずはいい形でスリーポイントを決めていきました。思いますね。はい、まさに得点源のニュービルとマッチアップ。さあ遠藤、先ほどスリーを決めましたが入っていって、ここシュート決めていきました。遠藤の連続得点です。はい、いいですね。そうですね、なかなかいい形でシュートまでは持ってきませんね。そうですね、硬い守りにしてました。さあ、そしてボグに合わせていきました。いや、ディフェンスからいい攻撃への流れ。はい、逆にここはオフェンス力を取っている宇都宮。さあ、比江島受けて、ショットクロック短い中、スリー、宇都山、西田が決めた。さあ、ゴール下のところ、スミスとジェレット、この高さには無があると。ジェレットが持っていって決めました。押し込んだ。ニュービル、ニュービルもここダブルチームに行きました。さあコーナー、また中に送って、ジェレットに2人、そうすると外の相手、イカルがコーナー3、ガッター。この守りから赤西が手を伸ばしていったが、このコーナーキープ、宇都宮。さあショットクロック5秒、イカルがの3連続、ないか。あった、連続で行きましたね。そうですね、はい。1クォーターから富樫選手積極的ですね。そうですね、1クォーター2分切りました。さあイカルが体をぶつけながら、いやー強い、テンポンだ。いや、このフィジカル、はい、右から左は宇都宮、比江島、ムーニーが勝利フェンスを見せました。さあ比江島、緩急を使って自ら潜り込んでいく、ここプッコバックダンクを見せました。ジェレット、いやすごいですね。さあ今のシーン見ていきましょう。はい、このドライブも良かったですね。はい、後ろからこのサポートがありました。はい、もう片手で持っていきました。奥田選手、プレータイムが少し限られたところもあったと思うので、そうですね、まあ、この1本本人にとっても少しホッとしたんじゃないでしょうかね。はい、ここ遠藤、また得意のコーナー決めていきました。フェイントを見せて、ここ遠藤が開く、遠藤打ったスリー、また来るのか、また来た遠藤。いやー、当たってますね。そうですね、はい、キャッチャーシュートとは別で、ここは見ていました。ニュービル、ボールを取ってレイアップ持っていった、イエンスから。そうそうそう、ポトゥー対アイダ、オールスターに大倉がいる。ノーリックパスター、小川レイパスター。いやー、今のアーセンサーでしたか。そうですね、大倉選手がマドップからダブルチに仕掛けたんですけども、はい、その後のヘルプがいなかったですね。先の先を読んだ、はいはい、まあ、小川選手、ここでスリーポイントがなかなか入っていませんの で、 で、ね、一番得点が伸びてこないですね。はい、逆に宇都宮、いい形でパスを流して、ギャビンのスリーだ。エースですよね。そうですね、そしてこの体格差を生かしたイカルが外開く、ホトゥのトップからのスリーが決める。決めていきました。いや、ホトゥ選手のスリーまで来ると、はい、もうイカルが遠藤、比江島中入って送って、フェイントからパワーが点取った。いやー、いろいろなスキル技術が詰まった比江島のアタック。そうだね、そうですね、このシーンもう一回見ていきましょう。止まってからの、はい、ここのフットワークですね。で、ここでフォーマーフェイントくれるんですよね。はい、ね、あそこでもう素直に、あ、遠藤も今日スリーが当たっていますが、ジェレット、比江島入ってふわっと浮かせてフローター、うまい比江島のこと、うまいですね。パステイクも混ぜてますし、ですから富樫のスリーブです。さあアウトハンバー、富樫スリーを選択、後ろから遠藤のブロックショットでした。そしてディフェンスバックパスからムーニー、上はない、守った宇都宮。いや、もうチームで守ってますね。そうですね、そしてここ救援現場にパー、ホテルのレイアップ、いや落ちている、リバウンド、フィックスか、フィックス取ったか、いや、宇都宮ボールです。キーパー後ろに預けてギャビンのレイアップだ。さあ早くもタイムアウトを宇都宮が取らせました。はい、後半さあ金近入っていった、これはターンオーバーになりました。さあただ手にかけていきましたが、さあここ金近のスリー、これが来たら大きいが短い、ムーニーリバウンド。すいません、あそこの1本欲しいですね。はい、今度はアタックを選択、ここは守っていきました。イカルガには大倉、そうですね、ポスターと狙っていきますよね。さあ比江島受けてフェイントから中に送る、なんとかパスつながりました。イカルガ受ける、このスリーがカー、
いや大きなスリーポイントを決めていきました。2人で行った。さあこのパスジェネットつながる。エンドへのコーナースリー、さあここで決めてくる。エンド比江島には小川、このパスがどうです。そしてジェネットのバックだ。いいボールですね。綺麗なプレー、見事。はい、そして今第3クォーター終了となりました。はい、まずこの比江島選手のパスですよね。はい、よく見ていました。もうワンタッチで全員がエンドに手が行ったところ、はい、ダイブをしていったこのジェネットの強烈なスラムダンク。はい、もう見事スイッチをしました。シャコは戻して、そうすると開くエンド、またいい形でスリーポイント。いや今日当たっているエンド、いいですね。ニューディル前に出るムーニーハードショーを見せました。さあただそうすると相手竹内に送ってシュートを決めていく。いやかなりいい形でディフェンスそして攻撃面見せています。ショーニア、ジェレットにはムーニーです。ここハンブルギー、ただボールを受けて竹内のスリー、これが来た。ディフェンスリバウンド、そしてこのシュートでも見せました竹内コースケル。宇都宮、はい、もう富樫選手には打たせない、そういったディフェンスですよね、はい、いやここは決めさせてしまった、渡辺決めていった。いや乗っている宇都宮、はい、さあ小川、ギャビン、小川、敦也、さあ渡辺トップからのスリー、また来るのか、来た。竹内にはそこベテラン投手のアイラブラウンです。立ってくる、しっかりと外を振って渡辺、また来るのか、決めた。渡辺ラベタイムだ。3本目ですかね。そうですね、プレッシャーをかけるメラクシー、小川左右を見てここ中に送るが、さあ負けました。宇都宮よくカットしていきました。中に入れさせませんでした。竹内からスキックパス、メラクシーコーナー3、これも来る。いやーなんという高確率3ポイント宇都宮ブレックス。